はい、明朝紀行海南部市館跡、海源寺の祖と言われる吉光公からですね、加賀見東光を経て、その子供である南部光之公、南部市の海祖ですね、まあ、平家討伐なんかで頼朝に従って、まあ、鎌倉の初期、まあ、平安の末から鎌倉の初期については、まあ、南部市もですね、海の方で、活躍してたんですけども、まあ、海の方はですね、後安田義貞とか、まあ、頼朝に近い鎌倉に近い武将たち、それと、武田氏ですね、そういった方たちが中心になっていて、南部氏はですね、別に滅亡したわけじゃないんですけども、ご子孫もこちらの地域にも残ってらっしゃるんですけど、まあ、光之公はですね、一旦ここで、館を構えてということで、その後にですね、奥州の方へ移ってるんですよね。ほとんど要するに選考があってですね、奥州征伐の選考があって、その所領を与えられて、その地に移ったと。それは他の武家もですね、結構全体的に多くて、あと実長公っていうお子さんが第三子いるんですけど、萩実長って言いますよね。身延山のところに木像がありますけど、そのこともあってですね、ここはその初代というか最初の頃の南部氏の居城だったということになりますね。遺構としてはですね、ちょっとあんまり個人宅なんで奥は入れないんですけど、ここは史跡なんでね、これは井戸というか掘ってある部分があって、これは本当に井戸だけが当時の、まあ、ちょっと中見れないですけど、ちょっとこれよりちょっと入るともあれなんだよ、掘り抜き戸が残ると。これだけなんですよね、遺構としてはね。だからそうですね、館の広さは少し高台にあるんで、何でしょう、少し堀があるとかそういう感じではないですよね。ですから、まあ、仮ではないけども、何十代何百年住んだとかそういうところではないので、1代もしくは2代3代3代いなかったですね、2代1代2代で、要するに南部光之公の代で、まあ廃管してしまったような場所になりますんでね、ちょっと城郭としての遺構はないんですけども、南部市の遺構、許可の跡ということで残っています。はい、南部市館跡、甲斐南部からでした。